充電 1% が長い間持つことのある理由の一つは、スマホが安全策を取っているということです。 Wi-Fi、Bluetooth の使用、映画の再生をしながらシステムアップデートをするための 1% です。ただ自分のフィードをスクロールしていると 1% はあまり長くは持ちません。ちょっとした心理も働いています。自分のスマホの電源が切れそうだというとき、今すぐ充電しようと思いますよね。ところで現代のバッテリーは完全に充電することも完全に充電が切れることもありません。寒い場所に暮らしていて氷点下0度になるたび iPhone の電源が落ちてしまうのであれば、設定からバッテリーへ行き、バッテリー残量を確認しましょう。 85% 以上であるならバッテリーの交換をお勧めします。そうしないと家を出るたびにスマホの電源が落ちる事態になりますよ。古いスマホを新品のものにアップグレードしたばかりだとしても、古いスマホを定期的に充電してください。充電しないことでバッテリー寿命に影響が出ます。万が一のために古いスマホを残しておきたいのであれば、年に数回は充電するようにしてください。ゲーム機やノートパソコンも同じです。できるだけ長い間充電を維持しておきたいのであれば、ダークモードを受け入れましょう。背景が明るければ明るいほど電気を食ってしまいます。ダークモードをオンにすれば使用する電気が減少するはずです。バックライト付きキーボードの Mac のノートパソコンを使用しているなら、バッテリー節約モードに設定を変更しましょう。キーボードを使用していないとき、バックライト付きのキーボードはオフになります。キーボード設定へ行き、キーボードのライトの点灯時間を選びましょう。私は5秒で設定しています。 Android の性能を向上させるために、必要のないときはデータをオフにしてください。常にモバイルデータを使用をオフにするとバッテリーサイクルが長くなります。他にもデータを使用する必要がないときには明るさを落としたり、 Bluetooth の代わりにコードヘッドフォンを利用したり、機内モードをオンにしたりしてみましょう。充電の最後の 20% は充電時間がよりかかります。リチウムイオン電池はとても複雑で、充電残量が低いとき、充電器からは一定量の電流が流れます。かなり複雑な仕組みなのですが、とにかく覚えておいて損はありません。スマホには充電を守るための保護回路が備わっています。シャットダウンして充電が 0% だと表示されるとき、実は少しだけ充電が残っているのです。ただデバイスはその充電を使い切らないようにデザインされています。現在のバッテリーが何らかの理由で本当に 0% になったら、二度と充電することはできません。新しいスマホを購入してください。 0% まで使い切って 100% まで充電するのはやめてください。専門家によれば、充電を長持ちさせたい場合の好ましい範囲は 20% から 90% です。常に 0% まで使い切ってから充電をしていると、中の素材が損傷してバッテリー侵食を引き起こします。さて、全ての充電器が同じように製造されているというのは事実ではありません。スマホにとって一番いいのは元々の充電器を使用することです。つまらないパチモンの充電器やアダプターはオリジナルと変わらないと思うかもしれませんが、リスクを冒す必要はないですよね。本当に性能の良い充電器かもしれませんが、誤った電圧の製品かもしれません。どの国で製造されたかなんて分かったものではありません。電圧が間違っているとスマホが故障する可能性があります。それに市販の充電器には電力サージから保護してくれる仕組みが組み込まれていない可能性があります。スマホが充電されないのであれば、いくつかの理由が考えられるでしょう。故障したケーブル、低電流電源、破損した USB ポートなど。最もよくある問題は破損したケーブルです。ケーブルにはかなりの負担がかかります。巻いたり折ったりひねったり引っ張ったり、なんだか申し訳なくなってきましたね。問題の理由を突き止めるために異なるケーブルを使ってみましょう。ケーブルが機能しないようなら、ケーブルの差し込み口を掃除してみましょう。毛玉が入り込んで電流を阻止していることがあります。空気を吹きかけるだけで構いません。ただ差し込み口が錆びている場合は、ふーっと息を吹きかけるだけでは治らないでしょう。充電といえば正しい扱いを知っておくことが重要です。
使用していないときにスマホをロックしておかないと充電を食ってしまいます。スマホの画面ロックのデフォルトは2分で設定されていますが、この設定ではスマホのバッテリー寿命に影響が出るかもしれません。もう一つのアドバイスは、特にネット接続が弱い場合、モバイルデータの使用を控えることです。スマホはネット接続を見つけようとして充電を無駄遣いしてしまいます。気温も重要。スマホは直射日光に当てないでください。オーバーヒートによって充電を食います。さて、充電がすぐになくなってしまうはっきりした理由がない場合、サイバーセキュリティ設定に注目しましょう。ダウンロードしたアプリなどを通じて誰かがスパイを働いている可能性があります。充電中にスマホカバーをつけっぱなしにしておくことは大した問題ではありません。ただおすすめはしません。カバーによって熱がこもって充電プロセス自体が非効率的になります。同じ理由からスマホを枕の下に置くのはやめてください。運が悪い場合、発火する恐れがあります。スマホがないと眠れないという方はタイマーをセットしてベッドサイドのテーブルに置いておきましょう。オーバーヒートを避けるためには、充電中は機内モードをオンにして画面の明るさを最小限に抑えてください。何らかの理由でしばらくスマホを使いたくないのであれば、 50% まで充電して電源を切りましょう。この割合はリチウムイオン電池にとって最適だと言われています。スマホへのダメージを最小限に抑え、この状態で1ヶ月保管できます。数ヶ月ごとに電源を入れて充電をすることも忘れないでください。寝ている間のスマホ充電は誰でもやってしまったことがあるはずです。 100% に到達した時点で充電がストップするスマート充電付きをお持ちの方は問題ないように思うかもしれません。しかし 100% 以下になった途端、充電器は再び充電し始めます。起床してコンセントを抜くまで一晩中続くサイクル。通常の電池と同じで、リチウムイオン電池は完全な充電または 0% の状態を嫌います。スマホを充電しながら同時に使用すると電池が少し混乱するかもしれません。スマホが充電され、皆さんの使用用途に応じて充電が消費されます。充電器が再び充電を 100% にします。この小さなサイクルによって電池が消耗して寿命が縮まってしまうのです。テキストメッセージが来た時のために、充電中にスマホをオフにはしたくないかもしれません。ただ使いすぎないようにだけ気をつけてください。良くない習慣の一つは車の中での充電。車内の電力はスマホが必要な量に満たない電力であることがほとんどです。車の USB ポートはほとんどが低電力で、スマホはポートが供給できる量より素早く電気を奪ってしまうかもしれません。その場合、ケーブルと電池がダメになって、スマホはほとんど充電されないということになりかねません。レンタルカーはさらに最悪です。誰がポートを使ったかなんて分かったものではありません。これは電車の駅や電車にも言えます。データはスマホから楽々と抜き取ることが可能です。公共の USB ポートはジュースジャッキング現場として有名ですよね。さて、家を出るときに必ず持って行ってほしいのがモバイルバッテリー。公共の充電器よりはるかに安全です。スマホ用のバッテリーであることを確認することだけは忘れないでください。充電中に熱くならないかどうかも確認しましょう。熱を持てば持つほど充電効率は悪くなります。できるだけ充電を避けるよう、充電節約アプリをダウンロードしたことがある方もいらっしゃるでしょう。残念ながらこれらのアプリは大した節約にはなりません。使用したい時にアプリをシャットダウンしてしまうこともあります。いずれにせよ、背景で使用する分にはアプリはそれほど充電を消費しません。位置情報確認アプリが閉じていることだけ確認してください。これは最も充電を食うアプリですからね。背景のアプリの制限は設定から行うことができます。